3年ぶりに行動制限のないゴールデンウィークも終盤を迎え、今日が U ターンラッシュのピークです。県内の交通機関に目立った混雑はありませんが、新幹線の乗客数は去年の同じ時期に比べて増えています。3年ぶりに新型コロナによる行動制限が一切なかった今年のゴールデンウィーク、今朝の JR 静岡駅のホームには大きなキャリーケースを引く人の姿や、連休中を一緒に過ごした親族を見送る人の姿が見られました。久しぶりの帰省でした、はい、なんか周りが、ね、落ち着いてきているのも、私ワクチンも、ね、あの大人たちは打てたのでっていうのがありました。いとこと遊んだり、まあ、テニスとかトランプとかで遊びました。明日から日常生活ですが、また戻ってきますけど、どうですか？正直もうちょっと静岡にいたかったです。JR 東海によりますと、午前11時現在、静岡駅発の新幹線自由席の乗車率は、上りの光が 90%、こだまが 30%、下りの光が 50%、こだまが 20% となっていて、目立った混雑は出ていませんが、去年の同じ時期に比べると乗客数は増えているということです。続いて高速道路です。こちらは由比の情報カメラ、東名高速道路を映しています。午前11時半現在、東名、新東名ともに目立った混雑は出ていません。上りの混雑は夕方から夜にかけてピークとなる見通しで、東名高速は神奈川県内の綾瀬スマートインター付近で35キロなどの渋滞が予想されています。